はす即課塾の久保です。今回はですね、不審な電話番号というタイトルでお届けしたいんですけども、たった今私の方にね、電話が入ってきたんですよ。まあ、出なかったんですけども、プラス18440362381638というね、まか不審な電話番号です。この先頭にプラス1っていうのは、国際電話なんですよね。まあ、ですんで、早速この電話番号で検索してみたんですけども、今回はヒットしなかったんですよ。 ただし、プラス1にまつわる詐欺電話とかおかしな電話がないかなと思って検索したらこれが出ました。8月以降、固定電話などにプラス1がついた電話番号からの詐欺電話の着信が急増していますと。プラスが表示されるのは国際電話番号で、主にプラス1で始まる、これ今回私プラス1でした。アメリカ、カナダ、プラス44で始まるイギリス、プラス61で始まるオーストラリア、プラス86で始まる中国、プラス81で始まる ベトナムが使われています。今までベトナムからかかったことあるんですよ。だからナンバーディスプレイをね、固定電話の場合使っていただいて、こういったスマホとか携帯電話の場合は出ますんでね。だから折り返した方がいいですね、これはね。電話番号を削らずに。あの、見ぬ覚えのない電話番号は一切出ないっていうのが正しいです。で、何かの電話番号をとりあえず出たらね、あの、必ず電話番号を登録して、どういう相手だったかっていうのをメモしておくといいと思います。 とにかく今回はこんな形で、かけ直したらね、大体詐欺にはまるんで、私はかけ直しません。皆さんもご注意ください。えー、それからね、こういう風にも出てますね。ほら、ね、いろんなところでね、携帯電話にプラス1から始まる番号から着信があったけども、ひどい目にあったみたいなことで、レポートされてます。で、プラス、で、出たらどうなるかみたいなことがありますよね。うん。で、電話をかけ直すだけで高額な料金を請求されることがあるそうです。これは危なっかしいっすよね。うん。 ま、皆さんご用心ください。もう今の時代ね、電話なんて一切出ないのが正しいですよ。大体電話なんてやります。お金かかんのに。無料の LINE 電話とかでいいじゃないですか。その他、インターネット電話だったらただですから。電話番号で電話するっていう感覚をもう私たちはもう捨てていきましょう。もう一切電話しない。どんな固定電話から来てもしない。もうね、あの、市外局番とかがね、市内局番から来てももう電話出ない。無駄ですから、電話をかけるっていう行為自体が。電話を受けるのももう無駄ですから。 だったらメールを送ってくれというふうに言えばいいと思います。じゃあ行ってらっしゃい。